皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。解説担当のマリサだぜ。今回は初代ポケモンの専用技をすべてまとめてみたぜ。すべてってどれくらいあったの？24種類だな。覚えるポケモンごとに紹介していくぜ。初代だけでも結構あったのね。そんなにあるならさすがに知らないものもあるかもしれないわ。それぞれの技についてちょっとした補足情報や豆知識も入れていくから、ぜひ最後まで見ていってほしいな。というわけで早速紹介していくぜ。まずはダブルニードルだぜ。ダブルニードルはスピアーの専用技で、レベル20になると覚えるんだ。技の性能は威力25、命中率 100% で2回連続で攻撃するぜ。さらに追加効果として 20% の確率で相手を毒状態にすることがあるな。2回連続攻撃の場合の威力って攻撃2回分に対する表記なの？いや、威力は1回あたりについての表記だな。それからこの技の場合は相手を毒状態にするかどうかの判定も、1回ごとに行われるんだよ。だから2回の攻撃で相手を毒にする確率は36% になるな。なるほどね、わかったわ。ちなみに初代では技のタイプと同じタイプの相手には追加効果が発動しないことがあるんだけど、ダブルニードルの場合は虫タイプのポケモンも毒状態にできるんだぜ。そうだったのね。この技は愚かスピア自体使ったことがないから、そのあたりの仕様は全く知らなかったわ。一応初代ではエスパータイプに効果抜群となる数少ない虫技で、合計威力も当時としてはまずまずだったんだけど、エスパータイプが弱点で素早さも低いスピアーの専用技だったがゆえに、シナリオでも対戦でも先手を取られて倒されちゃうから、あまり活用されなかったんだよ。いきなり悲しい技紹介だったわね。初代の専用技で優秀なものはごく一部だったしな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は必殺前歯と怒りの前歯だぜ。この二つはコラッタとラッタの専用技だな。必殺前歯はどっちもレベル14になると覚えて、技の性能は威力80、命中率 90% で、10% の確率で相手をひるませる追加効果があるぜ。必殺前歯といえばお月見山のロケット団の高レベルのラッタが覚えてて、みんなのトラウマになってるわよね。そうだな、あのラッタはレベル16とあの時点にしては結構高めだったからな。ただその分味方にいた場合も心強くて、威力が80もあってタイプ1で使える上に、早い段階で覚えることもできるから序盤で活躍できる技だったんだよ。なるほどね。それで怒りの前歯はどんな技だったかしら？怒りの前歯はコラッタがレベル34、ラッタがレベル41で覚える技で、命中率 90% で相手の HP を強制的に半分にする効果があるんだ。怒りの前歯って響き的に必殺前歯の上位技だと思ってたけど、全然違う効果の技だったのね。初めて知ったわ。確かに名前的にはそう思っても不思議じゃないよな。この技はカビゴンやラッキーみたいな耐久型のポケモンには効果的で、毒毒と合わせれば自己再生でも回復が追いつかなくなるレベルなんだよ。対戦でも活用できる場面があったってことね。それからポケモンの捕獲にもかなり使える技だったんだ。固定ダメージ技の地球投げやナイトヘッドと違ってダメージを与えすぎちゃう事故がほぼ起こらないから、相手の HP をギリギリまで減らしやすかったんだよな。そう考えるとラッタって結構冒険に使えるポケモンだったのね。そうなんだよ、最序盤で捕獲できるし割と長く活躍できるから使ってた人も多いんじゃないかな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は風起こしだぜ。赤緑青番でのみポッポ、ピジョン、ピジョットの専用技だったんだ。前回の動画でピカチュウ版ではバタフリーも覚えるって言ってたもんね。そういうことだな。この技はポッポを捕獲した時点ですでに覚えてる初期技で、技の性能は威力40、命中率 100% だぜ。今では飛行タイプの技だけど、初代のみノーマルタイプの技となっていたんだよ。言われてみればそうだったわね。金銀から変更されたんだったっけ？その通りだぜ。だから第2世代以降では、虫タイプと草タイプが多い最序盤で重宝される技になっていったんだ。ちなみに第2世代以降は空を飛ぶ状態の相手にも当たるようになってて、その場合のダメージは2倍になるようにも変更されてるな。こういう細かい部分まで見ていくと、初代のみの特殊な要素ってめちゃくちゃありそうよね。確かにな、私もそう思うぜ。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はヘビニラミだぜ。ヘビニラミはアーボとアーボックの専用技で、アーボはレベル24、アーボックはレベル27で覚えるんだ。技の性能は命中率が 75% で当たれば相手を麻痺状態にするぜ。アーボックも使ったことがないんだけど、この技は相手のトレーナーから使われたことがあったから効果は知ってたわ。こんなに命中率が低いとは思わなかったけど。そうなんだよな。第4世代までは霊夢が言ったみたいに、命中率が低くて使いづらかったから影が薄い技だったんだけど、それ以降は第4世代で 75%、第5世代で 90%、
第6世代でついに 100% へと変更されたんだ。どんどん強化されてついには 100% ってまるでトグロ弟よね。いや、悠々白書を知らない世代の視聴者さんも見てくれてるから、いきなり関係ないネタをぶっ込むのはやめてくれるかな。そうね、悪かったわ。ちなみにトグロは 120% まで行くけどな。それじゃあ話を戻すぜ。この技はノーマルタイプの技なんだけど、なんとゴーストタイプにも有効なんだよ。ちなみに現代でもそれは変わらないんだけど、第2世代と第3世代だけはゴーストタイプに対して無効になってたんだ。そうだったのね。私は現代の仕様も理解できてなかったけど、第6世代以降は場合によっては電磁波よりも使えるから、覚えられるポケモンには覚えさせておきたい技だな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は花びらの舞だぜ。花びらの舞は謎の草。臭い花、ラフレシアの専用技で、謎の草はレベル33、臭い花はレベル38、ラフレシアは進化させた時点で覚えるんだ。技の性能は威力70、命中率 100% で、2から3ターン連続で攻撃した後混乱するんだよ。この技は確かエリカのラフレシアが使ってきたわよね。混乱しちゃうっていうのは使いにくそうね。それにその割には威力が低めじゃない？そうなんだよな。ただこれも世代を追うごとに強化されていって、現代では威力が120にまで強化されてるんだよ。めちゃくちゃ上がってるわね。だけど代償があるならこれくらいは欲しいところよね。間違いないぜ。あとは攻撃が終わるまでは交換したり他の指示を出すこともできないしな。言うなら暴れるの特殊技番みたいな感じだぜ。ちなみにその成果初代では2ターン目以降のメッセージで、暴れているって表示されるんだけどそれは気にしたら負けなんだぜ。全く気づいてなかったわ。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はキノコの胞子だぜ。キノコの胞子はパラスとパラセクトの専用技で、パラスはレベル27、パラセクトはレベル30で覚えるぜ。技の性能は命中率 100% でほぼ確実に相手を眠らせる。っていうかなり強力なものなんだ。命中率 100% なのにほぼってどういうこと？初代ぶっ壊れ技の動画でも紹介した通り、初代の技の命中率 100% っていうのは実際には 99.6% の確率になってるんだよ。まあそれでも256回に1回しか外れない確率だしめちゃくちゃ強いと思うぜ。でも確かパラセクトの性能的にこの技が生きないって話じゃなかった？それは覚えてたんだな。そうなんだよ。初代では素早さが低いパラセクトの専用技であったがゆえに、先手を取ってはめられるわけでもなく、壊れ性能にもかかわらず第2世代まではほぼ出番がなかったんだよ。今じゃキノコ型のポケモンたちはみんなこの技を覚えてるものね。そうだな。初代でもバグ技を使ってマルマインに覚えさせて無双する不届き者もいたけどな。誰のことかしらね。もちろんクラスメイトの話だよ。と、というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はスプーン曲げだぜ。スプーン曲げはピカチュウ版のみでユンゲラーとフーディンの専用技となってて、ユンゲラーを捕まえた時点で覚えているんだ。これは前回のピカチュウ版の動画で話してたわね。赤緑青版では指をフルで引き当てない限りは使用できなかったのよね。ちゃんと覚えてたなレイム。その通りだぜ。技の性能は命中率 80% で相手の命中率を1段階下げるっていうものだな。ただこの技自体の命中率が高くない上に、ユンゲラー、フーディンともに耐久力が低くて短期決戦向きなポケモンだから、使用されることはまずなかったんだけどな。それは確かに使いにくそうね。その割にはピカチュウ版の野生の個体しか覚えていなかったから、ある意味レアな技だったんだよ。あんまりときめかないレア要素だけどね。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はケタグリだぜ。赤緑青版でのみワンリキー、ゴーリキー、カイリキーの専用技だったぜ。これもピカチュウ版では他のポケモンが覚えるようになったってこと？ピカチュウ版ではマンキーとオコリザルも覚えるようになったんだよ。カイリキー系列はレベル20になると覚えるんだ。技の性能は威力50、命中率 90% で、30% の確率で相手をひるませることができるぜ。30% は結構な確率だし今回は活用されててほしいわ。それが残念ながら威力が低くて命中率も 100% じゃないから、使われることは少なかったんだよ。それに素早さが低いカイリキーではひるみ効果も狙いにくいしな。あらら、そうだったのね。でもピカチュウ版のストーリーだと序盤に出てくるマンキーが覚えるから、たけしの対策としては有用だったな。そうなのね、活躍の場があってよかったわ。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はカラデハサムだぜ。カラデハサムはシェルダーとパルシェンの専用技で、シェルダーはレベル23、パルシェンは進化させた時点で覚えるんだ。技の性能は威力35、命中率 75% で、相手の行動を封じて2から5ターン連続で攻撃するぜ。行動を封じるってことは巻きつくみたいに、毒々と組み合わせた友情ぶっ壊れ戦法が使えるってこと？
そうだな、もちろんこの技でも高速戦法は使えるんだけど、命中率が低い上にパルシェンの素早さも遅いから使いづらいんだよな。ちなみに第2世代からは交代を封じるだけで行動を封じることはできないぜ。そうだったわね。ちなみに巻きつくの命中率ってどれくらいだったっけ？ 85% だな。だから 10% 違うぜ。それでも炎の渦の 70% よりは当たりやすいんだけどな。なるほどね。今回も長所もあれば短所もある感じだったわね。まあそんなところだな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はナイトヘッドだぜ。ナイトヘッドはゴースト、ゲンガーの専用技で、捕獲時から覚えてるぜ。技の性能は命中率 100% で、自分のレベルと同じダメージを相手に与えるっていうものだな。つまりレベルが高いほど高い火力が出せるんだよ。地球投げみたいな感じね。その通りだぜ。しかも初代ではタイプ相性を完全に無視して攻撃できるから、本来だったら無効となるはずのノーマルタイプのポケモンに対しても、ダメージが入るから結構有用技なんだよな。ゴーストタイプの技なのにノーマルに効くのね。この技も与えるダメージが決まってるから、ポケモンを捕獲するときなんかにも使えそうよね。そうだな、初代では最大 HP の3分の1以下まで削ることで捕獲率が最大になるから、この技でそこまで削りきれる場合は、回復されても安定して同じ状況にできる分楽に捕獲できると思うぜ。ちなみに第3世代まではタイプごとに技の分類が決められていたから、この技は見た目によらず物理技だったんだぜ。どこからどう見ても特殊技だけどね。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はクラブハンマーだぜ。クラブハンマーはクラブとキングラーの専用技で、クラブはレベル35、キングラーはレベル42で覚えるんだ。技の性能は威力90、命中率 85% で、切り裂くや葉っぱカッターみたいに急所に当たりやすい技の一つだぜ。確か初代の急所技では素早さの種族値が一定以上だと、急所率がほぼ 100% になるんだったわよね。そうだな、これも初代ぶっ壊れ技の動画で解説したんだけど、素早さの種族値が65以上のポケモンが急所技を使うと、99.6% の確率で急所に当たるんだよ。ちなみにキングラーの素早さの種族値は75だからその条件は満たしてるぜ。ってことはこの技はかなり使えそうな感じね。ただな霊夢、初代は水タイプの技は全て特殊技扱いだったんだよ。それだと問題があるのかしら？キングラーの特殊の種族値は50と全ポケモン中101位の低さなんだよな。せっかく攻撃の種族値が130と全ポケモン中2位の高さなのに、それが全く生きてないんだよ。それはもったいなすぎるわね。もちろん第4世代以降は物理技になったから、ついにキングラーとマッチして活用できるようになるんだけどな。キングラーが好きな人はそこまで辛抱できれば日の目を浴びる日が来るわけね。そういうことだな。しかも第6世代では威力も上げられて、水タイプの物理技の中では最高威力の技にまで昇格するんだよ。キングラーが報われる日が来て何よりだわ。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は玉投げだぜ。玉投げはたまたまとナッシーの専用技で捕獲時から覚えているぜ。技の性能は威力15、命中率 85% で1ターンに2から5回連続で攻撃するんだ。玉投げはあんまり強いイメージがないわね。そうだな、威力も低く命中率も 100% じゃない上に、ノーマル技だからタイプ1にもならずほぼ使用することはないと思うぜ。相手が使ってくる時なんかは連続攻撃なだけあって演出が長くて、戦闘時間が無駄に長引いててあんまりいい印象がなかったわ。そういえばたまたまの玉投げってまさか自分自身を投げてるのかしらね。一応いろいろ調べてみたんだけどこれを断言してる情報は見つからなかったな。もし知ってる人がいたら教えてほしいぜ。ただそう思うのが自然だよな。だとしたら身を挺した結果この弱さって考えるとかわいそうになるわね。間違いないぜ。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は骨コンボーと骨ブーメランだぜ。二つともカラカラとガラガラの専用技だな。骨コンボーは赤緑青番では捕獲時点で、ピカチュウ番ではレベル10で覚えるんだ。技の性能は威力65、命中率 85% で、命中率に難がある上に威力も低めなんだよな。でも威力65なら序盤だったら使えそうじゃない？確かにそうなんだけどカラカラが出現するのは中盤以降だから、結果的にあまり使用されない技となってしまったんだよ。そういうことね。骨ブーメランの方はどうだったの？カラカラはレベル43、ガラガラはレベル48で覚える技で、性能は威力50、命中率 90% で2回連続で攻撃するぜ。もちろんこの連続攻撃も1回分の威力が50ってことよね。もちろんだぜ。だから2回当たれば威力は100となって自身と同等の火力になるんだよ。それはかなり使えそうね。ただ自身の方は命中率が 100% だから技全体で見ると劣るけどな。それでもガラガラに自身の技マシンを使いたくない場合なんかは、この技で十分代用できるレベルだと思うぜ。それじゃあ骨ブーメランの方は活躍していけそうね。そういうことだな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。
次は回し蹴り、飛び蹴り、飛び膝蹴りの3つだぜ。すべて沢村の専用技だな。3つも専用技を持ってたなんて意外と特別扱いされてたのね。私はエビワラー派だったから、沢村がどんな技を覚えるのかあんまり知らなかったわ。ちなみに初代格闘技のうち、地球投げとカウンターを除いた純粋な攻撃技は6つあるんだけど、そのうち3つはこの沢村の専用技なんだぜ。すごいわね。それじゃあそれぞれの技について説明してちょうだい。わかったぜ。まず回し蹴りはレベル33になると覚えるぜ。技の性能は威力60、命中率 85% で 30% の確率で相手をひるませるんだ。ただ命中率、威力どちらの面からもあまり使用するメリットがない技になってるな。 30% のひるませ効果はありがたいけど、肝心な威力と命中率が低かったら残念だけど使いにくそうね。それじゃあ飛び蹴りはどうなのかしら。飛び蹴りはレベル38で覚えるぜ。技の性能は威力70、命中率 95% で、攻撃が外れると1のダメージを受けるんだ。1ってほぼ無傷よね。わざわざそんな仕様にする必要あったのかな。これはバグだったのか仕様だったのかわからないけど、第2世代では与えるはずだったダメージの8分の1のダメージを受けるっていう仕様に変更されてるんだ。これはバグだった可能性が高そうね。飛び膝蹴りはどんな技だったの？飛び膝蹴りはレベル48で覚えるぜ。技の性能は威力85、命中率 90% で、攻撃が外れると飛び蹴り同様1の反動ダメージを受けるんだ。命中率は少し落ちてるとはいえ飛び蹴りの上位技って感じだな。覚えるレベルも高めだしこれくらいの性能は欲しいところよね。ちなみに威力85っていうのは初代の格闘技の中では最高威力なんだぜ。地獄車よりも高いの？地獄車の威力は80だから。あと余談だけどこの技の名前は沢村の名前の由来となった沢村忠さんの得意技でもある真空飛び膝蹴りから付けられたって考えられてるんだよ。沢村忠さんの話は有名だけど技の名前までそこから取ってたのは初耳だったわ。まあ推測ではあるんだけどな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次はピヨピヨパンチだぜ。ピヨピヨパンチはガルーラの専用技でレベル46になると覚えるんだ。技の性能は威力70、命中率 100% だぜ。あら？ピヨピヨパンチって相手を混乱にする追加効果もなかったっけ？あれは実は第2世代以降の仕様で、初代ではピヨピヨとついていながら何の追加効果もなくて、のしかかりや切り裂くに全てにおいて劣っていたから、使われることはほぼなかったんだよな。そうだったのね。名前の印象も強いし初代からあった効果だと思ってたわ。ちなみに第2世代からは 20% の確率で混乱させることができるようになって、初代よりは使いやすくはなるものの、同じ時期に登場した恩返しが優秀だったせいで、あまり使われずに現在に至るって感じだな。一応第6世代ではとある仕様で 36% の確率で混乱を狙うことができるようになって、一時的に使いやすくはなっていたんだけどな。確かに 36% はかなり高い確率よね。その辺の詳細についてはまた第6世代の紹介の時に改めてしていくな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は滝登りだぜ。滝登りは土佐金斗と東王の専用技で、土佐金斗はレベル37、東王はレベル39で覚えるんだ。技の性能は威力80、命中率 100% で、威力95、命中率 100% の波乗りの介護官みたいな感じだな。その前に滝登りって初代からあったんだっけ？てっきり金銀から登場した秘伝技だと思ってたわ。この技はそう思われがちなんだけど実は初代から登場してたんだよ。もちろん初代ではフィールド上で使用することはできないけどな。ちなみに金銀以降だとレベルアップで秘伝技を覚えるっていう貴重枠だけど、逆にレベルアップで覚えたとしても秘伝技扱いになるから、忘れさせる場合は技忘れを利用する必要が出てくるんだよな。それはちょっと面倒だわ。でも忘れさせずにフィールドで滝登りを使う場合は、結局波乗りを覚えさせないといけないし、そのまま秘伝要因になる可能性が高そうね。それは十分あり得るだろうな。どうせなら東王が渦潮も覚えてくれたら割り切れたんだけどな。それは言えてるわ。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。次は悪魔のキッスだぜ。悪魔のキッスはルージュラの専用技で、赤緑番だと交換での入手を、青番だと捕獲時点で覚えているんだ。技の性能としては 70% の確率で相手を眠らせるって感じだな。ちなみに 70% っていうのは眠り粉と同じ命中率で、眠り状態にする技の中では比較的命中率が高い方だな。それに素早さが速いルージュラとの相性も良くて、対戦環境でもルージュラを使用する際は多くの人がこの技を採用していたんだ。ルージュラは初代対戦環境でも最強クラスだって言ってたものね。ところでこのキッスって想像すると結構エグいわよね。それについては諸説あって、第3世代からは技の種類が直接攻撃と間接攻撃に分類されるんだけど、この技はそこでは間接攻撃扱いになってるっていうのがあって、おそらく投げキッスだろうっていう考察がされてるんだぜ。直接キッスよりはそっちの方が目や心へのダメージは少ないわよね。それにしてもそんなところまでちゃんと考察してる人がいるのがちょっと微笑ましいわね。確かにな。というわけで次の技の紹介へ移るぜ。
次はハネルだぜ。もはやこの技については説明不要かもしれないんだけど、ハネルはコイキングの専用技で、入手、捕獲した時点で覚えてるんだ。性能としては言わずと知れた。ただハネルだけで何も起こらない技だぜ。私も育ててたんだけど、このせいでギャラドスに進化させるのに苦労するのよね。わかるぜレイム。コイキングはレベル20でギャラドスに進化するんだけど、それまでの攻撃手段がないから入れ替えながらレベルを上げたり、学習装置を使ったり育て屋に預けたりと、特殊な育て方をしないといけなくて面倒なんだよな。途中で体当たりを覚えるんだけど、ほとんどダメージを与えられなかった気がするわ。そうだな。一応レベル15で体当たりを覚えるんだけど、攻撃の種族値が最下位のラッキーの5に次ぐ10と低すぎるせいで、実際には攻撃手段がないも同然なんだよ。なるほど、そういうことだったのね。というわけで最後の技の紹介へ移るぜ。最後はテクスチャーとカクバルだぜ。二つともポリゴンの専用技だな。テクスチャーは入手時に覚えてる技で、戦闘中のみ相手と同じタイプへと変化するっていう特殊な効果があるんだ。テクスチャーって聞いたことはあったけど、そんな効果だったのね。脳筋の私には無縁な技だわ。これは初代のみの仕様で、第2世代から第5世代では、自分が覚えている技のうちいずれかのタイプに変化する。第6世代以降は覚えている技の一番上の技と同じタイプに変化する。って感じで少しずつ効果が変わってるんだよ。なるほどね。それじゃあカクバルはどんな効果だったかしら？カクバルも入手時に覚えてる技で、攻撃を1段階上げるって効果があるな。ただ1段階と上昇率も低いし、あまり使われていなかったのが実情なんだけどな。そうだったのね。以前の動画でポリゴン自体も弱いポケモンとして紹介してたけど、覚える技もあんまり使えるものはないみたいね。そうなんだよ。ポリゴンを使うなら技マシンは必須だと思うな。というわけで以上が初代ポケモンの意外と知らないかもしれない専用技の紹介だったけど、どうだったかな？さすがに半分以上は知ってたけど、この技が専用技だったの？っていうものがあったり、それぞれの技の世代ごとの変化とかも知れて楽しかったわ。視聴者さんにもそう思ってもらえてたら嬉しいな。もし好評だったら金銀以降もやっていこうと思うから、ぜひ感想とか教えてくれたら嬉しいぜ。というわけでこのチャンネルでは他にも、ポケモンシリーズのちょっと変わったランキング動画を投稿してるから、よければもう一本見ていってほしいな。視聴者さんの感想とかも聞きたいから、ぜひコメントもしてくれたら嬉しいわ。それじゃまた次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。